おはようございます。2日目の朝です。朝は散歩からです。海行ってみたいと思います。やべえ、この400円のビーチサンダル、あ、結構石いっぱいあるね。この遠浅の海もいいけどね、こっちの景色が最高ですよ。どっち？今ホテルの周りを歩き回って、これから結婚式をする教会を見に行きます。赤い花が綺麗だね。みんなここを歩いていくのかな。あー超かわいい。覗く、中覗く。覗いていい？いいよ。夢がない。覗いていいよね。ウィッほら、海やんちゃんと見えんじゃん。かわいい。やっぱりかわいい。あーここにしてよかったね。かわいい教会だよ。なんかあんまり海が見えないとか言ってたけど、全然よく見えるじゃんね。でさ、あれが可愛いのさ、透明な台とさ、このピンクっぽいレンガが好きでさ、ここにしたんだ。ちっちゃいんだけどさ、中も可愛いよ。いいじゃん。よかったね。全然心配ない。よし、ご飯。You're listening to KISH, KISH 102.9 FM. Thank you. Thank you. あ、ここ渡る渡る。もう一回紹介しますけど、あそこさっちゃんたちが泊まってるリーフホテルです。
すげー、飛んでるよ、もう。これ、渡っていいってこと？あ、11秒渡っていいってことじゃん。渡ろう。はぁ、今から指輪を買います。あ、ここでね、お肉食べたいですね。フライデーズ、そう、指輪屋さんにまず行ってみたいと思います。すげえ。ちょっとそれは構えすぎなんじゃねえの。買えました、指輪。無事にこれです。じゃん、間に合いました。お店の人にもギリギリだねって言われました。はい、安かったよ。おはようございます。1日目の真っ暗だね。朝です。おはようございます。寝てました。起きてる。起きてた。Good morning.とここ暑いからね。超いい天気でーす。来たーい。いいってんの。どうって。どんなつってんでしょ。しまいなさい。え？なってる。いたずらかどうかのギリギリのとこなのよ。もう出た方がいいのかな。はい。うわ、完全な板伝だよ。切れたもん。マジで。マジで。なんだろう。なんかさ、いろいろ雑だよね。やっぱこういうところって。洗面所のさ、あの水がさ、細い線でまっすぐビーって出るあたりとか、ちょっと雑じゃない？めっちゃ跳ねるやつ。そう、めちゃめちゃ跳ねるしさ、シャワーもさ、もうちょっと散らそうよみたいな、なんかこう真ん中からちょっと固まって出てくるじゃん。今タバコ吸いに行こうとしてんでしょ。いや、もうここで吸おうと思って。最近あ、その絵を撮りたい。いや、そういうわけじゃないけど、別に吉野の絵を特段欲しいと思ってるわけじゃないから。欲しがってるよ。かっこいいわ。そっと戻した。今から大ちゃんが出てきます。おはようございます。おはようございます。どうですか、グアムは。ぴったり。はい、森尾はどうですか、グアムは。結構暑いです。日差しがきつくて。日差しが暑いですか。日差しが暑い。こんな感じです。わ、外人さんも歩いてます。今からアカンタモールへ向かいます。こんな感じです。いい天気ですね。ここはコンビニです。グランドホテルの隣にあります。 ABC マートです。2
二人が僕を置いていきました。ひどいです。走ります。おはようございます。おはようございます。あれ撮って、あれどうですか。グアムの、グアムの何ですか。アワークレーがボロいですね。また動画になってる。レンガがボロい。なんかグアムに来てまで建物見て仕事ばかりですね。ほっときましょう。おはようございます。いいわあれサングラスかけてますね。かわいい。で、アカンタモール着きました。アカンタモールへ着いたそうです。実況って難しいですね。車は右車線、逆走してるわけではありません。え、何ですか。日本車が多いな。日本車が多いですか。ブース、日本語書いてあります。おはようございます。ローカル、すみません、撮影ダメですか。はい、じゃあここで一旦終わります。はい、じゃあこの店を出て行ってまた次に行きます。おしゃれな服がいっぱいあったんですけど、ちょっと値段が33ドルとか高かったのでまた違う店に行きます。こんなところで時間を費やしている場合ではございません。明日智明くんの結婚式なので、そのためにみんなで服を買わなきゃいけないのです。ここでなぜか撮影を始めてしまいました。割り込んでみます。おはようございます。おはようございます。あ、どうですか今日朝は。いや、ぴったりですね。ぴったりですか。ぴったり。グアムはがぴったり。 OK、 Let's go、 Go go。 プラザ行こうか。プラザ、お、噴水があります。これがグアムの噴水です。あ、撮影ダメです。すいません。でちょっとここでまた失礼します。こんな感じでした。はい、知ってた？俺のやつ。知ってた？俺気づいた、これ。なんか家的な飲みで来たかった。はい、どうも。こんにちは。おはようございます。はい。射撃。バンバンバン。近い。バンバンバン。デンジャース。もらってもらって。安全も大丈夫、先生も一緒に。子供もできる。デンジャース、デンジャース。怖いですね。海外は怖いですよ。どうですか、うまいですか。おいしいね。マイクロネシアモールのフードコートでーす。食事でーす。
か、やだもん。ないわ。グアムプレミアムアウトレットへようこそ。やっぱな。いくら使えますか。まずは使う金額を決めてから。モール次第です。モール次第。モール次第では最高20ドル相変わらず設定が安めな感じおばちゃんとヨッチが洋服を買いに行ってます。アロハシャツです。ちょっとあんまり気に入ったのなかったんでここでは買いません。カメラマン、うちのカメラマン、専属カメラマン。クロちゃん、クロちゃん。うちの専属カメラマン。すげえじゃん。あ、そうなんだ。あ、すごい。え、スタジオ席が決まってるのかい？分からん。決まってないんじゃん。いや、すごいよこれ。どれキムさん？あそこの、あもうすぐじゃん。そうか、あそこのラーメン屋、あラーメンって。あ本当だ。ラーメンって書いてある。あの目の前にね、今座ってないけど多分あのラーメン屋の中にいるから。えじゃあこれ渡るか。渡りたいね。北京秋ラッチボート。あ今座って今座って今座って今座った今座った。お今座ったぞキムさん。これがキムさんです。電話をしています。女の子だけという団体が多いです。ね、吉野さん。はい。お勝負なんかどっかクラブ盛り上がってるよ。まだ10時なんですけどね。だって2時に終わっちゃうから。2時に終わっちゃうから。まあ2時に終わっちゃうから。さあ俺はキムさんの知り合いだというような感じで、キムさんも笑顔で答えました。キムさんも笑顔で答えています。 V サインです。どうもどうも。ああ、やったね。ハイタッチの3人です。早い早い早いな。仕事が早いです。これがいい昼前に呼んでたからね。車呼んだから。ラーメン屋さんでは警察官がラーメンを食べております。昨日ここの一番奥で、じゃあ外陸の遊び場だ、まあ、教えてあげますから入って、帰る時10ドル10ドル払って入って座ったらママが飲み物持ってくるからね。それってそのままゆっくり飲みながら踊り子のために、踊り子のおっぱい触りたいと時とか遊びたいと時、1回1ドルで見持って待ってくださいね。2回1ドルさあ1本飲んで、もしもっと飲みたい時は追加からは5ドルだけ。さあ6ドル今は。ああ6ドル。その後1本スリップだから必ず最初踊りの中ホースキスが横に座ってなんか飲み物買ってください言えますかね。その飲み物はもしおごりしたら1杯25ドル。25、女の子飲み物は 25? ああだけどそれは買っても買わなくてもお客さん自由だからね。買うか買わないかそれをはっきり自分が決めてきた。 OK? 新幹線を防げて楽しくて遊んで終わったら帰る時はまだフレンドプラザだから、まあ、今度ボスが言うから私の車乗せて帰る時も車2人様乗って、あ帰る時も私が車サービスやってあげるからね。ああチェジオーバー、チェジオーバー、チェジオーバー、チェジオーバー。ムムミスタムミスタムアイムね。大丈夫？知り合いなの？
昨日お世話になったけど。コリアン？あのなコリアン。アメリカのアメリカ。コリアン？アメリカ。今日はストリップだから。ストリップのあれ。その後の話してくれよしのさん。もう前段取り前段取りだからよしのさんは。マジこれ放送できないわ。You know? I know? I know? You know?I don't know. Jeju, Jeju, Jeju over. Do you know Jeju? I don't know. I don't know. Oh, oh shit. Pyeongju. Pyeongsama. Please call me Pye. Please call me Pye. 今日二人さっきコリアンパブ。コリアン来たよ、さっき。ん？さっき。さっきってやってるの。さっき？さっき、わかる。射撃？射撃じゃない。射撃？危ない危ない危ない。Dangerous。I can't dangerous。You can't dangerous? I can't.今日、today、ブロンズヘア、OK？ ブロンズヘア？ブロンズヘア、OK？ ブロンズヘア、OK？ ヤシさん反応良くないですね。なんか疲れちゃってる。吉野さん、紹介してよ、ドライバー。何さん？ムーン。ミスタームーン。ミスタームーン。あっち側住めなかった。レイが、レイが行ってたよ。ダウンタウン。ダウンタウン。ダウンタウン。バーモンズダウンタウン。はい。イージー、イージー。ハルさん、イージー、イージー。小川さん、はい、塚田さんが最後の海に入るということなんですが、まあ、最後といっても独身の最後なんですけど、人生の最後ではないんですけれども、まあ、それをまあ一緒にその時間を過ごせるっていうことについて、どう思いますか？まあ俺はともかく、まあ、ヨッチがどう思うかって話だよね。長いよ。とりあえず上半身脱いで。はい、ボシボシボシ。触んな。じゃあ、その、塚田さんの、メガネ取って。メガネで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 メガネ取ってメガネ取って取らせてください。取らせてください。カメラマンチェンジ。はい、そうはいはい。取らせた。はい、どうぞ。このわがままボディ行こう。わがままボディ行こう。NG だっつって。はい、わがままボディ行こう。わがままボディ行こう。わがままボディ行こう。ツッくんの独身最後。わがままボディ。ツッくんの独身最後。すごいね。濡れたら困るの外して。ダーン。濡れたら外して。やばい。お腹チュチュ。ちょっと待ってよ。濡れたら困るの外して。お前ら知らないぞ。お前ら知らないぞ。全然わがままじゃありません。これいいね。よちょこれちょもらって暴れてこい。変わりようお前だ。絶対勝つ。ここでまた知らない人が入ってきました。最高っすね。やばいっすね。あれ、なぜかここに4人見えますね。バックドロップが決まりました。
じゃ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 今日太陽の下で生まれ変わろう黙ってよもっともっとよ。僕は、1回目いきなり入らされてビデオカメラを大ちゃんに渡されてその後ずっと放置状態です。こんな感じの仲良し4人組です。母さん、母さん使いました。母さん、行くぞ。普通の人は面白くないかもしれないですけど、おっとバックドロップ。やばい、普通の人が見てても面白くない。この小河原、森下、そして塚田。さあこの3人の映像も吉野にとっては爆笑映像と変わります。マジ気持ちいいとほざいている大輔小河原、倒れました。さようなら大輔さん。いつも笑いをありがとう。今やっと今日の邪念がね、お、なんか主役がほざいております。邪念が消えた。聞いておりましょう。邪念が何ですか。邪念が消えた。邪念が消えました。邪念が消えた。じゃじゃーん。まだ夜のビーチは続いております。アホ3人組、明日結婚する塚田智明くん、そして妻子持ち、お子さんは一人ですね。今二人目にが奥さんの体の中にいます小河原大輔くんですね。そしてこちらも、12月に結婚予定の、森下直也くん。今パンちょっといじった人が、森下くんですね。ちょっとかっこいい感じで撮れちゃったりしてますね。何を思うんでしょうかね、この星空を見て。かっこいい感じですね。試合前のお坊さんです。もう一人塚田くんがやってきましたね。この人が明日結婚する塚田智明くんですね。夜の水泳おしまい。どうでしたか。楽しかった。締めがこれでよかった。よかったですか。あの時帰んなくてよかった。なるほど。吉野ありがとう、塚田ありがとう。そしておめでとう。ありがとう。はい、じゃ最後写真4人で撮って終わりにしようか。森下くんどうでしたか。最後はパンツの森下さん、バーバリー。バーバリーです。バーバリーですか。海あまり入らないんですけど、はい、グアムの海はすごい気持ちよかったです、はい、浮くと夜空がね。で視力が僕悪いんですけど、はい、上見た時に星空がよく見えないのがすごい初めて悔しいと思いました。来た最後に悔しいですって。悔しいです。もっと本物っぽい。悔しいです。またさあ締めだよ。この足元はチンコをいじくっている小河原大輔くんです。クラブで遊びすぎて携帯落とした小河原さんです。最初持ちで、第二子持ちで、奥さんにが今子供いらっしゃる。ないこんなことしていいんでしょうか。奥さん今一人泣いてます。泣いてない。日本で待ってます。泣いてない。奥さんに一言。奥さんに今僕の嫁でごめんな。お前が言っちゃうのか。はい、じゃあ本当の大鳥を。大鳥を大鳥に。じゃあこれちょっとマジなやつ。マジなやつ。ですね、実はですね、今日、まあ何回も言ってますけど、塚田くん最後の独身生活でですね、
やめろ、その手には乗らねえよ、やめとけ、やめとけ、カメラが危ない。いや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 、マジでカメラがやばいやばいやばい、これずっと永久に永久になくなっちゃう、永久になくなっちゃう、永久に誰の目にも収まらなくなっすごい怒られる、すごい怒られる、どこ行った、ジョリジョリになっちゃった、パンツがジョリジョリになっちゃった、せっかく可愛したね。